ベカスは、ロシアのブヤツケ・ポリャンスキー機械工場にて、設計された、ポンプアクション式散弾銃である。製品名はタしギを意味する。当初は16ゲージ散弾銃として開発されており、1997年に、最初のモデルである、ベカス16が発表された。その後、装填口や安全装置などの改良が進められ、1999年には12ゲージモデルである。 ベッカス12が発表されている。ベッカス3弾銃は、オーソドックスなポンプアクション式3弾銃であり、モジュール化された設計が一つの特徴となっている。重症、重心などは所有者の希望に応じて様々なものに交換できる。例えば単重心とピストルグリップを取り付けて、自衛用楽器として利用したり、超重心と固定式重傷を取り付けて、両銃として利用することが可能である。 動作が保証される、対応温度は摂氏30度から摂氏50度の範囲とされている。ベカスは交換可能な格好重心を備えるポンプアクション式散弾銃である。機関部はアルミニウム合金製で、標準モデルの重傷等は木製である。ボタン型の安全装置はトリガーガード下部に設けられている。球団は重心下部に設けられた。 固定式チューブ型断層から手動で行われる。標準的な相談数は6発である。ベカス M のバリエーションの1例 720mm 重心、固定式重傷 535mm 重心、固定式重小 535mm 重心、ピストルグリップオリジナルのベカスの他に、改良型のベカス M があり、またそれぞれに、いくつかのオプションが用意されている。 以下のような組み合わせのパッケージが販売されている。その他、ベカス M の設計をベースとする半自動式散弾銃として、ハップ -201 ベカスオートが発表されている。民生用の散弾銃として流通しており、1992年8月14日から2006年3月1日までの期間においては、民間警備会社等での使用も認められていた。 a b c d f Z、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 a b ワールドガンズ十二ファイ五百八十七十四点零八千九百九十二三 j ファイファイ十四千九百九十二 n 五百八十七一二千六ファイ百七十九四二千五 jj 二千五十から五十一。ありがとうございます。